さあ続きましては日本大学の1年生田中壮志、68回大会ではジュニアとして注目されていました。昨年は6位、現在ショートプログラム終わって第5位です。19歳、曲はこのフリーはオリンピックファンファーレです。なんといっても彼の特徴は膝の柔らかさですね。4回転も持ってますね。はい、さあジャンプからトリプルアクセル、多少ジャンプの軸曲がっても全部抑えますから見ててください。さあそして4回転、コンビネーションでいけますかね。いや今感じ、トーをつくときにトーが滑りましたね。回転数は足りません。本人も何が何でもこの4回転をね飛びたいということを言ってたそうですけれども、まあ、才能的にはすごく能力を秘めたスケーターだと思うんですけれども、今一つ練習に練習量が足りないということで、なかなか本番こうジュニアの時代から今一つ伸び悩んでいるかなという印象を受けるんですけどね。やはりこういう大きな舞台ではね、その練習は嘘をつかないということを言いますけれどね、まあ、自信に練習していくと自信につながりますからね。さあ、さあもう一つ3回転半、おコンビネーションでつけてきました。トリプルアクセルからトリプルトーループですね。はい、3回転から3回転のコンビネーションの中で一番難しいコンビネーションですね。さあ3回転のルッツジャンプ、はい決まりました。普通の人なら転んでるところをこらえられるその能力がすごいですよね。やはりその膝の柔らかさということになるわけですね。まあ、生まれ持った柔らかい筋肉ですよね。あとは後半に向けてエネルギーがどれだけ残ってるかですね。あっと手をつきました。3回転のフリップジャンプ、今のは3回転のフリップジャンプ、ちょっと回転がもう一度挑戦したんですけどね。あっとちょっと危ない、足に来てますね。やはり伊藤さん、今の内容にしてもですね、フリップ失敗したのでもう一回これ飛んでおきたいというふうに急遽変えてるわけですね。はい、その辺のやっぱり練習不足という話もありましたけども、ちょっとスタミナ切れという感じになってきました。足が上がりません。アクセルも、日本大学1年生田中壮志の演技が終わりました。やはりちょっとスタミナ切れという感じですね。まあ、そうですね、やはりスケーターにはやはりもちろん才能も必要なんですけど、はい、トップ行くためには才能プラス努力も必要なのかなと感じます。そうですね、まあ、長久保コーチもね、一つと一つ取ると本当にいい内容なんだけれどということも言っていましたが、どういった点になりますか。
さあまず最初のご覧いただくのはこれ4回転のトーループにチャレンジしたところですね。踏み切るときにですね、左足のトーが滑りましたね。はあ、これタイミング合わなかったということですか。それで軸が斜めになりましたね。そしてアクセルジャンプ3回転半からこの捉え方3回転のトーループへ、これは決まりました。さあ得点が出ます。まあ、本人は点数を見なくてもいいとちらっと言いましたが、まず技術点、あ 4.9、 あ表現力はご覧のように4点台ですね。下げられましたね。総合で第5位竹内のトップ。